なんか怪しくないですか。椅子から出ろ、椅子から出ろ、椅子から出ろ。はい、クリスで遊ぼうとお願いします。はい、大文字で ANAI 穴入れお願いします。これやるとね、女の子にモテますし、4秒以内に打ったらスイッチで4万 FPS 出ます。どうも皆さん、おはこまにしゃーないです。ということで今日はね、そのアリーナやっていこうかなっていうことで、まあ制限付きのね、落下したら即終了というね、そのアリーナをねやっていきたいと思います。まあなかなかね、勝てないとは思うんですよ。勝てないとはね、まあでもね、頑張ってやっていきたいと思います。さあ、ということで、俺がソロアリーナ配信とかやるのまあまあないで。俺普段やらないからさ、もう本当にどこ降りようかな。いやまあ初戦だし、まあなんかちょっと攻めてもいいと思うわけよ。俺は攻めちゃう。パークに行っちゃうね。なんか人多かったら変えようかな。パーク一人だったらいいな。うわ、結構降りとる。いや無理やろ、こんな無理やろ。ちょっとこっち行きます。リスキーかな、リスキー行きます。いや、イモール、イモール、ちゃんとイモール。リスキーも一人か、行くか。いや、やばい、めっちゃ多い。5人いたわ。なので、ちょっと、ハズレにね。まあ、死んだら元も子もないから。元も子もないからね。よし、行きましょう。わざと落下しとか絶対にしません。はい、青タク。これ勝ちでは？あんないぞ。最近思うんすよ。動画とかで、いや、こうやって動画撮るじゃないですか、配信とかして。そうするとさ、何かを演じることが多いわけ。演技力とかで、結構ね、上がってくるんよね。なんかのキャラになるとかね、そういう動画を撮りたいなとか思うんやけど、まぁ、ちょっとね、俺がね、いろいろ演技、これからしたりするからね、見破ってね、これ演技だろうみたいな。これやらせだろうみたいな。見破ってください。あんないぞ。ちょっと移動して。どうしよう。キルムーブはあんましない方がいいと思うよな。でも1キルぐらいはしたい。さすがに0キルビクロイでソロアリーナやったらなんか怒られそうだからさ、あんな弱くねみたいになるのもあれだから、リスキーこっちか。同じ迷子なんだよな。アナイさん、エペはやってないんですか。やってないね。いや5人ぐらい降り取ったからリスキーおるはずなんよな。お、ピーちゃん2000。アナイさん遅くなりましたが10万人おめでとうございます。昨日お祝いできなかったのでありがとうございます。ピーちゃん、10万人行きました。皆さんありがとうございます。アンナイさん、裏で放置聴取やってるのバレてますよ。なんでバレんの。俺やってへんけどな、おかしいな。うわ、びっくり。やべ、戦士高いからさ、やりづらいよな。うお、早くした。なんか怪しくないですか。なんかさ、さっき俺が演技って言ったからさ、なんか演技だと思われてんだけど、何の演技だと思うの。違うよ、これ今後やることに関してよ。なんかみんな疑いの目をかけ出したって。危ない、やべ、あんないぞ。これピンチかもしれん。痛っ、やばい。てか何おる。ある。はい、落下してないので継続します。あんないぞ。アネさん、フレンドになりたいんですけど、どうしたらいいですか。金品が必要になります。さあ、2戦目行くか。ソロアリーナ、難しいよね。アンナイさん67じゃない。ちげえよ。めちゃくちゃ若いんだから。もうこれ見といて。ちょっと勝ちに行くわ、マジで。ちょ、芋ムーブでも攻めないでほしい。普段さ、アリーナ配信やらないから、まあ、攻めないで、本当に。ガチ行くから。ガチで。アリケン様で一番嫌いな人は誰ですか。嫌いな人は、特にはないんですけどね、ケン。ね、いないケン。そんな奴は、アリケン様にいないけんね。あんないぞ。次はもうリテールローね。俺、リテールローって名前についてるから。代表者だから、リテールローの。さあ、とりあえずね、ちょっと降りていきましょうか。ちょっと、最悪1キルはするわ。最悪ね。1キルできなかったら、どうしようかな。顔出します。この試合で1キルできなかったら、カメラつけるわ。だから初動だから来てないことすげえ大事だから。あ、来とるわ。終わりだ。いやでもいい武器がね、手に入ればワンチャンね、リテールローに来るやつは全然猛者じゃないから。もう顔知ってる。顔知ってる。俺のファンであればあるほど、早く死ね、案内って今思っとるんよ、多分。はい。いい武器来い。
うん、はい、あのね、これね、神補正っていうやつです。あの、やっぱ案内ゆえに、村ポンを出してしまうんすよ。はい、価値格。天才。天才。よし。あ、村スカーとか、金スカーとか、金スカー出んのやっけ？村スカーとか出したいな。強欲すぎ？それは。さすがに？さすがに強欲？ゴースティングいけよ、やば。ゴースティング失敗したんちゃう？俺、何？ゴースティング来んのかな、俺は。俺だったらソロアリーナ配信全然できんだけど。いや、スナイパーはいらんわ。向こうに敵おったんやろな。怖いよな。まあでもまだこっちに来んから、とりあえず漁って。ムラスカー出ろ。ムラスカー出ろって言ってたら、ムラスカー出る説をちょっとね、検証していきたいと思います。安内さんって2歳？どうしてそう思ったの？どうしてそう思ったんでちか。安内さんなら空気読んで。いや、俺は勝ちに行くって、マジで。そんなんね、やらせとかいっちゃん嫌いないから。俺、やらせなんかしたことない。動画とか作る上で。全部、天然物。安内さん。安内さんの顔見たい。いやね、見れるっちゃ見れるよ。俺の顔って結構ね、いろんな人の配信とか動画に映っちゃってるから。映っちゃってんのよね。あーね。大木戸博士の声に似てる。全然嬉しないわ。ウィッピカチュー。本物嘘でしょ、大木戸、まさか大木戸できる俺。そんなわからん。敵、いないんかな、どっか行ったんかな、引いたんかな。おなんかおる。詰めるか、これはさすがに。かっこいい。かっこいい俺を見せたいね。よし。よし。はい。はい、顔出ししないということでね。え、てか、ジャンパ4枚持ってね？え、ジャンパ4枚こんな初動で？これはもう落下種も死んやろ。案内が。あ、社長12000円ありがとうございます。ありがとうございます、社長。昨日に引き続き、すいません、ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。社長、社長ピピー。他の人がプレイしてません。いやいや、生かな。社長12000円。え、昨日の続きっすか？ 12000 円ありがとうございます、社長。あざーす。ボットですね。アリーナですけど、これアリーナだからボットいませんけど。あざーす、社長。社長好き、好きです。アナイさん、この社長のお金でフレンドになれますか？なんで便乗するんや、お前が。社長とやろ、せめてフレンドになるの。さすが社長。アナイさんって僕のこと知ってっすよね。ということで、自分がこういう質問をしたという印象を与えていき、心の中で喜ぶ。完璧だ。俺はお前にはめられたよ、今。お前にはめられたよ。俺もスパチャあげますね。ありがとうございます。そんなみんな、スパチャなんて、くれるんすか？ありがとう。アナイさん100万円ちょうだい。もうね、要求がえぐいよね。ちょっと芋ムーブで行きたいから、どうしようかな。アナイさん、僕とフレンドになってください。社長、12000円。フレンドっすよね、そもそももう。ひまわりてやんさん600円、今日の目標時給は600円、ありがとうございます。達成しております、ありがとうございます。ナイスパです。時給36000円。時給換算せんでってもうやめて、やらしくなるから。この試合、あ、残り32やし、勝てるな、ワンチャンで。勝ったら終わってもいいでしょ。勝ったらさすがに。あんないぞ。ジスさん200円。アリケンさんに直してほしいところは、直してほしいところないよ。俺アリケンのこと好きやからな、言うて。実はあんま認めたくないんですけど、みんなもアリケン好きな人は覚えておいてほしいんだけど、アリケン好きって絶対言っちゃダメなのよ。絶対言っちゃダメ。嫌い、うざい、臭いって言っとくべきなんですよ。で、それであいつは喜んでくれるから、嫌いなとこないですね。まあ、CD 言うなら、性格がひん曲がったところとか、大衆とか公衆とか、まあ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 、全体的な問題ですよね。調子乗るんよ、あいつ。そうそうそう。調子乗るんよね。すぐ褒めると調子乗るからよ。安内さんの給料30分4万8000円です。ありがとうございます。えぐいて！やば。もう俺24時間配信したい。24時間。俺もしようかな。24時間配信。やってみようかな。土曜日か日曜日24時間配信やってみようかな。この試合でビクロイ取ったらやるか。24時間配信。やだな。そんなド M みたいなことできる気がしねえ、俺は。ニートなのにめっちゃ稼いでてくさ。いや、もう勝ちだな、勝ちだな。ネオニートって言うらしいね。めちゃくちゃ稼いでるニートのこと。あんないぞ。スカー出ろ、スカー出ろ、スカー出ろ。うわっ！
俺あれスカー出ろって言ったら出る説ね。冒頭2試合目かな、これの冒頭に俺言ったよね多分。ムラスカー出ろって言ってたらムラスカー出る説をちょっとね、検証していきたいと思います。まあね、神補正ってやつですよね、これが。これが神補正。神補正やね。強すぎ CH。強すぎ CH やで、ね。面白くないよで面白くないです。それはつまらないやつやんけ。いや、まあまあ愉快な人やで、俺は。まあまあ愉快な、大人やと思うで。子供の気持ちをわかる。ピーターパン諸国やね。まだ子供のままでおるよ、俺は。未だに。案内さんってバキバキ童貞ですか？バチコリ童貞です。なので、筆下ろししてくれるあの美女の方、募集しております。よろしくお願いします。全然自分は、そういうのとか大丈夫なタイプなので、ちゃんと、正式にね、オフィシャルで、オフパカーやりたいなと思ってるタイプなので、よろしくお願いします。案内さんは、と営んだので、童貞じゃない。俺が、と営むはずないじゃないですか。やめてくださいよ、本当に。でも、まあ、でも多分頼めば、本当に、お願いしますって言ったら、多分ワンチャン OK もらえるかもしれん、あの子。ごめん、の、被害が、風評被害かもしれん。案内さん。案内さんって自分でごついと思いますか？俺はね、筋肉自体はね、結構あると思うね。パンチ力とかあるやん、ゲーセンに。あれはもう、めちゃくちゃ出ます。パンチ力、本当に、フォートナイトとか1位あると思います。なのでね、ほんと生意気な小僧の顔面にね、パンチしてやりたいなって思いながらね、常にフォートナイトをプレイしております。まあ、誰とは言いませんが。案内さん！上来た？やばい。やばいな、これ。なんでこいつ、こんな。結構グイグイ来る。グイグイ来るタイプね。やばいかもしれん。俺は勝ちに貪欲なんや。おっぱいぐら。いや。白ダメやから。当たれ。当たれ。え、痛い。いや、アリーナって焦るんよね。落ち着けへんよね。なんかドキドキするわ。ドキドキ。なんか来てる。ありがとうございました。案内さん。はい、ということでね、録画でした。はい、ということでね、録画、アテレコでした。気づけたかな、みんなは。すごく、演技力、すごくない？いやー、録画だったんですね、これね。32分のね。わかってた？え、でも上手くない？俺の演技。どう？これみん、引っかかった人おるんじゃないの？正直に言って。正直に言って。ちゃんと騙された人おると思うよな、普通に。俺、すごくない？普通になんか演技力ない。スカーの下り？これスカー出ろとか俺知っとるからね。あと全部のシーン暗記してるから、さっき撮ったんよね。ポンプ出ることも知っとったし、全部知っとったんよ。顔出しとかも、するつもりないから、1キルしたらもう顔出しせんでよわと思いながら、行ったからあれ。めちゃくちゃコメントをね、俺がね、読むからね、違和感に気づいてる人はいたんじゃないでしょうか。ということで、リスナーに、ドッキリを仕掛けたら、ほぼ大半、気づいてないということでね、そういうことですね。雑談えぐいな。確かにこんなソロアリーナやってこんなコメントを読むやついないと思うわ。性格ありけんで草。誰が性格悪いや。